世界最高の戦争を始めようぜ。その始まりだ。どうでもいいが、俺の邪魔だけはするな。てめえらガキの遊びに付き合う気はねえが、一枚この感覚を守る。こいつは一体縄張りの守りは任せろ。よし、間に合った。ふざけんじゃねえぞ。ロボ対決と行こうじゃないか。これぞ男のロマンだな。そうだな、小僧。てめえも海賊ごっこのうちの一人へ。大した手柄だ。何やろ、見てろよ。こいつは一体その程度でよく俺に挑もうと思った。この世における最強生物っては本当らしいな。制してやろうじゃねえ。まだ死なれちゃ困るんでな。めちゃくちゃな暴れっぷりだな、カイダ。さあ、まずいな、こりゃ。行くよ。この縄張りは取られちゃまずいな。蹴り潰すぞ。食らっちゃって燃えてきたよ。いこの縄張りは俺が守ろう。相手に一触だ。それで終わりじゃねえだろ。こいつにはかなわねえか。引っ込んだろ。海賊
賊と組もうとした国がどうなるか教えちゃるわ。レイジが狙われてやがる。すごいレイジ。海賊の高み。レイジ、よしか。サンジ、なぜ来たの？あなたはもうジェルマとは関係ないのよ。やってくれたな。この戦い、何としても勝たねば。突撃だ、野郎ども。潮時だよ。いゾーン系もその程度。ギフターズと大差ねえ。温厚ならばこの程度は刀ならしか。なんという暴れぶり。俺が行くしかないのか。あいつは一定の縄張りはもらった。あら、ずいぶん張り切っているのね。調子に乗ってくれちまいやがった。沈みにしてやる。一緒に戦うぜ。私のどこが必要かしら。ダメか。まあ仕方ねえ。成り上がりの四皇が図に乗ってんじゃねえ。いいじゃねえか。絶対に蹴散らしちまえ。知ったのかとはいえ、これ以上は見逃せない。これ、わしが引いたと正義は負けやせん。そんなんだからろくに処刑もできねえんだ。腰抜けだ。こいつはめちゃくちゃな暴れっぷりだな、カイド。スーパーまずいな、これや。こうしてはいられない。俺の力は知ってるはずだ。それでも戦いだけは好きにしろ。ルフィの頭、実力を見て。恨むなら弱い自分を恨め。鈍行ならばこの程度は刀ならしか。なんという暴れぶり。俺が行くしかないのか。こいつは一気に。この程度の相手なら勝って当然だ。また生きちまった。Da da 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 da.